はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。魔物使い闘技場デビュー6日目ですね。6日目になります。早速やっていきたいんだけど、私これ動画としては個人大会やっていながら PVP もやりながら超巨大ボスバトルエスタークも出しているわけですが、昨日ねやったんですよ、巨大ボスバトル。したら12までは一発いけない、13からいけなかったのかな確か。でその後ね限界を感じた、そこに関してエスターク。それでね、その後他の動画出してる人の攻略のやつを 見させてもらったんですよ。したらやばくね他の人で、その人のおかげがあって15まで一発でいけるようになっちゃったんだけどこれでさ、今トツを このパーティーね、でトツをさ、トツで特性か、特性を下げれるような感じになってるじゃないですか。いろいろ調整してやって、でね、でこれは冒険中のみ適用だよね。冒険中のみっていう名前だったから、なんか闘技場でさ今やろうかなって見てたらさ怖いんだけど、なんかこれ基本情報これになっちゃうのよ。これトスが下がった状態、でこの特性のところで多分上げるとかなんかあるんだけど、でここを直してほしくない、これ何にもいじってないんだからさ、これ元の状態に戻してほしいんだけど、これ1300いくつあるはずなんで、ちょっと怖いね。いやだけどさすごいよね、あれ考えたじゃん、モントでカバー入ってさダメージ床をさなくすみたいなやつ。いやこれね見ようと思ったのはね、本来ね私あんま見ないんだけど、こうギルド大会がある、ギルドの協力バトルあるじゃないですか、あれでちょっと迷惑かけちゃ悪いかなと思っちゃって、自分のヘタレのあれのせいでさポイントが少なくてさ、んで攻略の人を見させてもらってやってさ、今日もやってきたんだけどさ、朝今中級ステージだったかな、110万出しちゃったよ。昨日初日の初級のやつ、自分のさっきの昨日自分で考えたパーティーやったらさ、ないくつだっけな、50万とかだったのかな、110万出ちゃうんだよ中級で。最後まで全員生存してる、まだ。まあこれギルド協力だからさ、なんかねポイントを少なくしちゃ悪いなと思って、多分みんなあれでやるでしょ。まあそんなこんなです。でこれちょっとね違和感があってちょっと怖いんだよね、この1246と1300とかなんかあるはずなんだよね。これちょっと直してほしい。闘技場 PVP に関しては絶対下げれないんで、まあでもここ行こうかな。魔物使いに焼けつく行って、神竜はもう行っちゃいましょうね。魔物使いについて焼けつく打てばいいね。おっしゃった。ほらそうだ、モナハンターも下げたんだ。ね、なんだっけな、素早さか、私のは素早さ盛りにしてるんですよ、モナハンター。だからその攻略ではこの素早さにしてくださいっていうのがあって、トツを下げるしかなかったのよ。これ大丈夫かな、1150しかないってことないかな、大丈夫かな。あ、これだ、なんだっけな、これだ、これ見るとね普通に戻ってんのか。1195
魔物使いも1300になってるね。うん、まあやっていけばいいでしょ。あとはあのね、もう一個バグ見つけたのはあれです、あのその巨大ボスバトルの報酬画面、あのギルドから飛べると思うんですけど、スゴロクの方に報酬が出ちゃってる、びっくりマークが、あれはちょっとおかしいね。この子はなんだっけ、焼けつくに変えるのか、焼けつくで一応、魔物使いに届けば魔物使いに行くという感じですかね。焼けつくんですね。で素早さに関してはこれでいいか、これでいいかな。じゃあ行ってみましょうか。あ、ロトに対してどうだった？ロトいくつだ？あれ、うち魔物使いいくつだ？すみません、今。あ、だからそれがね、おかしくなってんだよな、バグっちゃってて。あの、トータルで見る画面じゃないとわかんないわ。はい、対戦よろしくお願いします。焼けつく取れそうな位置にはいるね。けどさ、そこさ、ブチュジュンパの範囲なんだよな。あ、オッケーオッケー、先行けてる。1234の7。 1234、あそこは負けてんだ。まあ焼けつく、あ、これさ焼けつく来てんだけど、これ行っちゃうか。モノハに関してはここでマインド、マインドじゃなくていいか。ここだもん、部長じゃん。ここでこの子をどうするかだな。この子はちょっと厄介だな。ギラ真理はここで打ちたいんだよな。こっか、こっから打つか。真理はこっから打てば入る。ブチュチュンブチュチュンでマインド取って、でいいんじゃない。ブチュチュンブチュチュンでマーム君はロトに対していけるのか。いやなんだっけ、ロトじゃねえわ、魔物使いか。で7がいるからこれはこれでいけると思う。侵入行って、うん、さすがだな。うん、ここしかないな。踏みとどまり無視でいく。いいでしょ。1番目マインド侵入、2番目ここまで行って魔物使いに打ち込む。魔物使いに打ち込む必要あるかな。うん、で3番目ブチュチュンブチュチュンブチュチュンで、こっち3人にもう打ってしまう、ショットが多分。そうだね。で、サラサラサラ。サラサラサラ。4番。で、5番は死んでいる。6番。6番動くか。6番動いて、止めるやつを送るか。その場で打たれるかなんかだな。で魔物使いという感じですかね。うん、じゃあ行ってみましょうか。魔物使い打つ必要あるかな。その分1回でも多く打ってもらった方がありがたいんで、うち的にはね。これここで1個しかない。ここで打っちゃうか。レギュラーマショット打っておこう。これは打った方がいいな。落ちきらんかもしれない。で追撃1回しか入らないんで、はい、これマックス3回いきます。はい、いきます。1、2、3、おしまい。あ、そこだとあれ入んのか。ありがてえ。いやマジありがてえ。強くね、落とせちゃうんだよこれ。ゴッド、あーこれダメなんだな。これですね、これにしよう。で団子が来ても、おお、そんなのあんだ。団子ってあんま当たんない。あ、そっち行っちゃう。狙っ、うーわ、食らいすぎでは。ネップな、うん、いやいやいや、守あれ呼ぶか、呼んで呼ぶか。
呼んで、ピエール呼ぶか、ピエール呼んで、いや昨日さ、エスタークの巨大ボスだったピエール呼ぶじゃん、ピエールだよね、ピエール呼ぶじゃん、もうピエール見すぎ、ピエール呼んでやっつけるか、1、2、3、なんだっけ、 T 字ショーか、まあいいか、ピエール呼ぶかね、もうピエール呼ぶすぎ、いや優秀だなピエールな、結局一緒だ、ここしか打てないわ、これは、あ今さっき届くんだ、へえ、ちょっと待って、次順番どうかな、大丈夫かな、大丈夫か、モラハンいるから大丈夫か、こっち打っちゃう、じゃあでもじゃあますますメッキーが使われなくなっちゃうね、PVP においてはゴレムスでしょ、で巨大ボスバトルはピエール、メッキーの出番、あ私の攻略の中ではメッキーか、そうか、自分がやった時にはメッキー使ったんだ、ガボだから、あれのガボじゃないわ、テンペストのジャミラスか、ジャミラスの HP が少ねえからメッキーで介護してたんだ、そうだそうだ、回復使ってる時点でもうおしまいなんだよね多分ね、ねデスピア無理なんだよな、まあ、ここは同じような感じになっちゃうな、ここ行こうか、バーン様貫突だから魔法貫多持ちですね、じゃあバーンはもう動かす、もう一発受ける覚悟でいきましょう、どうせモナハン狙ってくるから、いや怖いな、もうこの特性のやつやだな、直してほしい本当に、これでいいか、どうせマホパンタ持ちだからダメだから、このままでいいんじゃないかな、いきましょう、貫突だろうがぶち抜けるということをいきましょう、ソロロトは怖くないよ、ソロロトは怖くないよというところを、うわ目玉やった、だったらさっていう感じなんだよねだったらさ、はい対戦よろしくお願いします、あそうだ、うちのあれいくつだ、素早さ、これ闘技場入ったら素早さとか治っていくかな、全部ちょっと見よう、HP 1000、あー分かんないな、多分治ってんのが1300いくつのステータスアップ、あ分かんない分かんない分かんない、あ早い、しかもうわー盛られてるわ、650だって、どうしようか、これはちょっと厳しいね、しかもバーン、あーくそー、まあ、バーンが前にいるってことはそういうことなんだね、これは耐えらんないな、いいよいいよ、ダメ、デインがオッケーな、でこっちはデインがダメの、いいよは等倍、厳しい、でデインがダメのな、エターナルもダメなんだよね、確かね、これこんな感じの、この子はなんだっけ、いいよがダメか、でこっちだな、こんな感じ住み分けしました今、これバギーはどうだ、バギー大丈夫、これバギーダメだ、こんな感じ、こんな感じ、まあまあこんな感じ、いいよ、デインデインデイン、軽減な、軽減だよ、あのイヤリングだな多分、よしじゃあこれでいきます、これでよくって、1番、あ1番動けんのか、1番どうしようか、蓋かなんかしようかな、で
これ不調天雷ですね。ここで不調天雷狙ってくるはずなんで、それで部長上に出るか、出てバーンから落とす感じ。いやそんなわけいかないよな。うん、ここね。でこっちの人はどこ来んだろうね。剣線飛んでくるって感じか。剣線飛んできて麻痺か。麻痺よろしくないな。これだね、メラの麻痺。メラの麻痺、そうだよな、それよろしくないね。ここはあ、ここ入んないわ。あ、ここ入んないじゃん。剣線が飛んでくるぐらいなもんで、これもう不死鳥天雷だから絶対。うん、でこれは、うん、剣線、あーこれでいいか、これでいいな、そうだな。でこれをどこに配置するかだな、この子をな。前に出ちゃいたいな。どうなんだろうね。うん、なるべく広範囲でみんな打ちたいから、ここまで出ちゃうか。そしたらここに来るのかな。ここに来て 1,2,3,4 マスのマームに対して打ってくるって感じだ。 ここの可能性もあるね。ここの可能性も、うん、でここに来てほしいな。だから前でここに出ましょうか、モナハンはね。でバギーを打ち込んでおく、バギーを打ち込んでおく。でこの子は下に来るね。ここで不死鳥天雷っすね。これイオ大丈夫だっけ。ここか。でうちとしては上に上がりましょう。そうだね。ここに来るとして、ここでブチュチュン行けばいいか。ブチュチュンブチュチュン。いや、あのホイミンまで入らないんだな、ここだとしてね。ホイミンまで入れたかったけどね。ブチュチュンブチュチュンブチュチュン。1,2,3 それで 4番か。4番はソロに対して打っておくか。ソロに対して打っておいて、ブチュンブチュンブチュチュン。でゴレムスでカバー入れましょうか。そんな感じになっちゃうな。でソロを落としながらバーンもなんとかしたいのはありますね。バーンなんとかならんのな。一回落として、いや落としてもダメだよな。ブチュチュチュ、ならんな。魔物使いがいければなんとかなるけど、いけないからな。ゴレムス呼ぶしかないからな、そこはな。よし、じゃあまあそんな感じですね。どんな感じ。もう素早さ取られた時点でもうそんな感じですよ。マインド取るってなったな、あのホイミンだしな。うわ全然だ、これが貫突の強さだな。あれでやっていく。あーそうだ、あとそのエスタークにしてもさ、あーそこ、あーそこになっちゃうか。全然ダメやん。あそっちか。ちょっと待って、これさどうしようか。これ2人入るじゃん。これね、これで2人入るじゃん。真理はそのマームの下から打つ。これはちょっと待って、これなんとかなるんじゃない。これならないか。いや、これはこれで入れる。前出る。
あ、惜しい、うん、惜しい。強くね、マジで。なんとかなるわ、これ。次、ゴレムス呼んで、マームとあれを回復すればいいの。あの、カーブするのよ。ブチョチョンと。うわ、マジ、最高。こうなると思ってた、みんな。この最初の配置で。あ、いや、こっち先だった。あ、よかった、あそこ選べた。よかった、マジでよかった。よかった、あそこで。届かないし。あ、マジよかった。よかったのか。次だってさ、これ出てた方がいいぞ。ラリホいたよな、仲間で。メッキーか、これこそ。え、ちょっと待って、これさ、いつも使い勝手悪いんだな、マジで。マジ使い勝手悪い。ほら、おかしいじゃん。押したところがさ、決定ボタンになるじゃん。移動できたり、いろいろ。マジ使い勝手悪い。メッキーが、確か、ラリフォー持ちじゃなかった？え、そうだったよね、確か。ここで見れないの？メッキーの仕様。あ、見れないわ。メッキー呼びます。確かね、ラリフォー持ってるはず。ほらほらほら。魔法カンタ来るけど、お構いなし。いきます。よし。うわ、自分で言っちゃわない。危ねえ。よしよしよし、回復させない。でだでだ、マウンド。次魔物使いなんだ。使い勝手めっちゃ悪かったな。次魔物使いなんだ。だって打ちこ、マジかよ、この配置。どんなだよ。まあ、これで打ち込むか。打ち込むか。打ち込む。ああ、守りつけ。なんでそこ。届かないじゃん。これで打って。で、魔物使いどうすんの？あの4マス射程のあれしかないよ、打てるやつは。あれ打ってマームだってどうすんの？メラ打てないし、ギラか。うわー、メッキーめっちゃ邪魔。めっちゃ邪魔なんだけど。で、ブチュチュン、ブチュチュン、ブチュチュン、さっき何発使ったかな。これ届かないな。半減だけど狙うか、これを。バンナーマヒだよな。必殺来てないな。ね、これしか、これだもんな。おお、やるわけないじゃん。いや、これなんだよな。ああ、これなんだよな。マジで。よし。ファイナルラウンドかけよう。
ちょっと待ってよ。これ邪魔なんだけど、メッキーね。どうする？こっちでいいか。深く眠らせた。まずこっからこれ、バカ仕様やっちゃった。でこれ入らん、こっちナイス1回目だけど、またマームの場所を奪っていく。ここで大丈夫か。よし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 、あぶねえ。もうキャラが多すぎて場所取り合い。これよくあそこから行ったよな、ソロとロトが前に出てきた状態で。よくやった。はい、3戦目ここ。まあテリーバージョンも行ってみたいよな。テリーも早いからね。踏みとどまり虫な。それありますね。あの虫、やっぱあの虫行こうかな。ピサールは結構戦ったし。で、これに関しても テリーは踏みとどまり虫。バギー通るのかな、この子。それより。あ、通らないか。あ、まあ、激減でもないのか。だから踏みとどまり虫で打ち込めると思いますね。ここ行ってもいいけどね。でもしくはここアンルシアもやっときたい、やっときたいんだよね。マインド取ってブチュチュンブチュチュンブチュチュン、追撃追撃。まあここは、まあそんな感じでいけるよな、ここはな。だからテリー行こうかな。こっちのがまだちょっと焼けつく、とで混乱取ってピサロ焼けつくね。でキラマ2は混乱取って、でマームがロトをセットして、サラサラサラ追撃で踏みとどまり無視。それで行ってみようかな。焼けつく焼けつく焼けつく、焼けつくにしようかな。焼けつくかな。混乱もありえるな。混乱もありえるな。どっちにしようかな。ブジュチュンパが焼けつく役してもいいんだよな。焼けつく焼けつく取って、キラマ2キラマ2込みで打ち込むってのもありますね。いや、これでいこう。スタークに関してもさ、あれモナ物理さ通ると思わないからさ、モナンハンターなんて使うと思わないもんね。もう攻略は使ってんだもん。あれあのその時点でもう負けだよね、発想の。こっちのそう思っちゃったよ。うわーこれなー、1234の7、1234の7。これはね、良くないよ良くないよこれ。どうしよっか。どうしよっか。これはちょっと良くないよ。
いやマインドあのね取れればいいけどね、これ戦闘開始時三河市ついちゃうんで、あのテリに関してはここを焼けつく取る、焼けつく取ってこっち側にセットするか、あのあれを一番前まで出る、ここ一番前まで出る、ここでロットに対して打ち込むで、ブチュジュンブチュジュンブチュジュンで2人に追撃で、真珠はここでサラサラしてもらう、サラサラしてもらう、ブチュジュンに関してはさ、ここでさメダパに取ってもいいね、焼けつくメダパに取っちゃっても、真珠とこの、あーどうだ、いけるかいけない、5番目でしょ、5番目でしょ、だってこれここか、ここにして真珠はここなんだから、いやここでいいか、ここにして、テリーに打ち込む、テリーに、テリーに打ち込む、真珠ここだから、でこれメダパに、無事じゃメダパに、こっち焼けつくメダパに、焼けつく、テリーに打つで、サラサラするで、追撃追撃で、最後情熱大陸、うん、それでいけると思う、うん、それでいけると思うです。この子メダパニだよな、セットな、 OK ナイス、よっしゃい、でも満月リングの実装のおかげでな、これがな 80% じゃなくて 60% になってしまうという、もし装備してたらね、これここでテリーに対して、いやでもテリーを押さなきゃまずいんだよな、いやこれロトの硬いよ、これこれロトでよくない、ダメかな、テリーじゃなきゃサラサラやって普通で落ちる、うん、まあまあ行こう、しゃあない、ここは本当は行ってやりたいけどな、これな、うん、メダパニっすね、うん、優秀で、サラサラ、うん、ここで終わる、うん、オッケー、これこっちが行けてればよかったね、うん、これですね、おっしゃー、テリーだから、テリーじゃないわ、あーオッケーオッケーオッケー、ナイス、関してはこうですね、はい、関してはこうですね、いやー気持ちいい、はい、というわけで今週に関しては、伝説の魔物使いを闘技場デビューさせてみました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。